このまま、マジカミ第2部の振り返りも行ってみましょうか。この時って確か、おのおのが別の世界に行っちゃった時の話だよね。そうそう、急にいなくなっちゃって、うちたちは、神様に広い部屋まで連れて行かれて、そこからパソコンのモニターで見てたんだよね。そうそう。物語が始まると、オムニスは見覚えのない場所で目を覚ますわ。そこで、少し見た目と性格が違う。リリちゃんと出会うわ。いつもみたいに元気がなくて、いつもと違うストレートヘアで、二人は彼女のこと、わかるわよね。わかるよ、リリちゃんだもん。そう。彼女は別の世界のやり水リリ。だから見た目や性格が違っていたわけね。彼女の案内でカラオケに向かうと、花火ちゃんとイコちゃんと合流。三人と会話していく中で、どこか噛み合わないことに、オムニスは違和感を覚えてしまうわ。そんな中、タケラホに悪魔が出現したと悪魔通知が鳴るわ。タケラホに着くと、そこでは青ちゃんと赤ちゃんが悪魔に襲われていたわ。魔法少女に変身しないまま、悪魔に対抗する二人。なんでも、オムニスが近くにいないと魔法少女に変身できない。そのことを知らない彼女たちは、ただ純粋に、魔法少女に変身することができなくなったと思っていた。だから、変身しないまま戦うことに慣れていたのね。生身で戦うなんて、うち、できそうにないや、私も。まあ、普通に戦ったら無理ね。この世界で悪魔がはびこっているのは、抵抗した人間たちに勝ったからだもの。さて、オムニスが近くにいるからなのか、魔法少女に変身できた青ちゃん、赤ちゃん、二人は悪魔を倒し、そして近くに来ていた、リリちゃん、花火ちゃん、イコちゃんと一触触発の事態になるわ。オムニスの静止も聞かず、魔法少女同士で戦いを始めるわ。そして、青ちゃんの攻撃によって、イコちゃんは絶命する。イコ赤に別の場所へと連れて行かれたオムニス。そこで、この世界の状況について聞かされるわ。アキサちゃんやエリザちゃんがすでにこの世にいないこと、イロハちゃんたちアリハネの面々も、すでに他の魔法少女の手によって、絶命したこと。そして、魔法少女たちは、最後の一人になれば、望んだ可能性を得ることができると、この世界のオムニスに言われて、理想の世界にするために、魔法少女たちで殺し合いをしているということ。私たちの世界とは、全然違うんだね。オムちゃんにも、いろんなオムちゃんがいるってことなんだ。ええ、オムニスを操作する人間が、必ずしも善人とは限らない。あなたたちとの純愛を望む人もいれば、あなたたちを養殖することを望む人もいる。そんな風にね、そんな悲しい現実を突きつけられたオムニス。けど、そんな時でも悪魔はやってくる。悪魔通知に表示された場所にやってきた。青ちゃんと赤ちゃん。けど、そこでは魔法少女に変身することができなかった。さっきと同じ、オムニスは近くにいるのに、生身のまま現れた悪魔と戦う二人だけど、多勢に無勢、追い詰められていく。赤ちゃんは絶命し、青ちゃんも絶対絶命。そんな時、花火ちゃんとリリちゃんが現れ、そして、リリちゃんは、魔法少女に変身して、悪魔たちを殲滅する。けど、安堵するのもつかの間、オムニスたちの前に、強大な力を持った悪魔が現れるわ。そして、その悪魔は、青ちゃんを食い殺してしまう。カラオケへと逃げたオムニスとリリちゃん。そこで二人は、改めて情報交換をする。この世界は、出現した悪魔を放棄した世界。魔法少女という防波堤がなくなり、一般人たちも悪魔に蹂躙されてしまっている。だからこの世界は、ここまで崩壊しているということね。そんな時、花火ちゃんからメッセージが届くわ。呼び出された場所に向かうと、花火ちゃんは決着をつけるべく、リリちゃんを待っていた。そこで語られる、この世界のプロセス。最後の魔法少女になれば、望む可能性の世界を作り上げる。
誰もが何かしら考えてる。どう？二人は、花火ちゃんたちの立場だったら、どうしていた？私は、やっぱり戦わないかな。みんなで頑張る道を探したい。うちはわかんない。今は、みんなで頑張ろうって思えるけど、実際にその場にいたら。そうよね。彼女たちがデスゲームに身を投じる理由も、理解はできるわよね。さあ、そんな状況で、花火ちゃんは魔法少女に変身し、それに応戦するように、リリちゃんも変身する。なぜ葵ちゃんたちは変身できなかったのに、この二人は変身できたのか。その原因は、リリちゃんが持っていた黒い液体。中身は、この世界のオムニスだったわ。花火ちゃんがデスゲームを制するために用意した、秘密兵器。そして二人は、戦いに身を委ねる。そんな戦いに水を差す、巨大な影。青くらった悪魔が現れて、花火を消し炭へと変える。そして、リリちゃんへ近づいていく悪魔。リリちゃん逃げて、ちょっとどうなっちゃうの？そんな時、現れたのは、オムニスの世界の魔法少女たちだった。来たー。なんとか悪魔を退かせることに成功した魔法少女たち。さっきまでの不穏な空気は瞬く間になくなり、日常が流れるわ。こうして見ると、緊張感ないな、つたち。神様の力でこっちの世界にやってきた、魔法少女たち。最低限の能力を保有する小さいオムニス、コムニスを持って、オムニスを助けに来ていた魔法少女たち。こっちの世界のリリに、リリピョンというあだ名をつけ、カラオケに向かうわ。アキサちゃんを中心に、作戦会議を行う魔法少女たち。さらに、この世界の惨状を見て、アキサちゃんは世界の秘密についていくつか仮説を立てる。多数の世界が存在しているが、それらは可能性の世界であること。ルナミスフィアは、悪魔の出現ではなく、揺らぎの発生を検知していること。揺らぎは、世界と世界をつなぐ、トンネルの役割を担っていること。悪魔たちは揺らぎを通って世界を移動し、世界を移動できるバカアワビの体内には、揺らぎがあるということ。そんな考察の時間は、ドレイクの出現をもって終わりを迎える。ドレイクと、ドレイクが支配する、無数の悪魔たち。その猛攻に、魔法少女たちは次第に劣勢に追い込まれていく。そして、ドレイクの視線は、変身できないリリピョンへと注がれた。リリピョン逃げてー。ドレイクの無慈悲な一撃によって、瀕死の重傷を負うリリピョン。彼女の命がこと切れるまでの、最後の時間。リリは、彼女から最後のわがままが託される。リリピョンから流れ込む力。その力で、リリちゃんは覚醒する。リリちゃんの力で、ドレイクを倒した魔法少女たち。そして、リリピョンとお別れを迎えることになる。そして、世界は、溶け始めていく。と、ここまでが第2部の前半ね。リリピョン、リリピョン、リリピョンか、リリ、二人が仲良くなってる世界も、あるのかな？あるわよきっと。だってこの世界は無限の可能性に、満ち溢れているんですもの。リリピョンちゃんの世界が崩壊した後、オムニスたちが流れ着いたのは、また新しい世界。都内にビルが立ち並ぶ世界ではなく、漫画などに出てくるような、中世ファンタジーの、雰囲気をまとった世界だったわね。びっくりした。井戸で水を汲んでたもんね。うちらの格好、浮きまくってたから、着替えたりもしたわね。この世界でも、いくか新しい出会いがあったわけだけど、最初の出会いは、この世界のイコちゃんだったわね。そうイコちゃん、呼び方一緒だから、いつものイコと紛らわしいわね。何言ってるの？イコちゃんはよりこちゃんで、イコちゃんはイコちゃんだよ。彼女は小さな村で、酒場の看板娘として働く傍らで、歌の練習をしていた。いつか王都で歌姫になる。そんな夢を掲げてね。けれどこの村の一部で信仰されている、水神様。その正体は悪魔だったわけだけど、生贄として、彼女は選ばれてしまうの。イコちゃんのお父さんは反対してたけど、イコちゃんは生贄を受け入れちゃうんだよね。内心では拒んでたけどね。そう。
イコちゃんと打ち解けていく中で、あなたたちは彼女の本心を知ったわ。そして、助けることを決意した。その中でイコちゃんは、新しいドレスを獲得していたわね。イコちゃんがイコちゃんのふりして、水神様に近づく作戦だったよね。イコちゃんの服着たイコちゃん、可愛かったな。イコがデジタルと崩壊してる。水神様に立ち向かうイコちゃん、確かにとってもかっこよかったわね。イコちゃんってそういう、かっこいいところあるよね。なんというか、頼りがいがあるよね。一年生で、いろはより年下なのに、遠回しに私、頼りないって言われてる。さて続いてあなたたちが出会うのはマリオンちゃん。この世界のマリアンヌちゃんね。本名は、マリオン・コリーヌ・アンヌ。ちなみにマリアンヌちゃんより年上で、既婚者、旦那さんはすでに亡くなってしまっているようね。平行世界なのに、年が違うってありえるの？実際こうして違っているでしょう。平行世界なんて、分岐の度に増えていくものだもの。ありえるありえないなんて、考えるだけ無駄よ。そういうものか。彼女は錬金術師にして研究者、村人にも頼りにされているようね。彼女の住む村は、最近になって、悪魔の侵攻を受け始めたようだけれど、自警団と連携して、これを退けているわ。魔法少女でもないのに、すごいね。この世界に限って言えば、彼女の技術力は一級品よ。なぜなら、別世界の技術を持っているから、近隣の海が、平行世界と繋がりやすかったのね。流れ着いた残骸や技術書などから知識を得ていたみたい。そういえばスマホも持ってたよね。あれも流れ着いたものだよね。動かなかったし、石板って呼んでたけど、爆弾にして投げてたような。ふふ、ワイルドね。そういうのも嫌いじゃないわ。そうやって人の役に立ち、頼りにされていたマリオンちゃん。マリアンヌちゃんはそんな彼女と自分を比べちゃうのよね。そうして自信をなくしてしまうマリアンヌちゃんに、立ち上がる勇気を与えたのもマリオンちゃんだった。自分を肯定してやれるのは自分だけ。いい言葉よね。ふ、嫌いな自分自身を受け入れたマリアンヌちゃんは、新しいドレスを獲得していたわね。そうしてあなたたち魔法少女は、マリオンと協力して、町に攻めてきた悪魔の一時撃退に成功する。ふふ、あなたたちがたくましく成長してくれて、私も本当に嬉しいわ。マリアンヌちゃんも、これをきっかけに、漫画研究部に戻ったんだもんね。まあ、うちらが元の世界に戻れるのは、もう少し後の話だけどね。出会いといえば、もう一人あなたたちは、この世界で運命的な出会いをしていたわね。誰かいたっけ？私よ、私。あ、そういえば、アキサちゃんのスマホに電話がかかってきたって言ってた。ふっ、私の初登場ね。姿こそ見せなかったけれど、アキサちゃんに情報を与えていたわ。アキサちゃんの抱える真実について。アキサちゃんの真実？ここで前回の復習ね。アキサちゃんとはどんな出会い方をしたんだったかしら？それは悪魔を倒したら、アキサちゃんが突然現れて。重要なのは、アキサちゃんが悪魔に食われているということ。悪魔に食われた時点で、アキサちゃんという存在は消えている。もうわかったでしょう。今あなたたちと一緒にいるアキサちゃんは、本当のアキサちゃんではない。世界の修正力が平行世界から引っ張ってきた。平行世界のアキサちゃんなのよ。それを教えてあげたら、アキサちゃん、それはもう落ち込んじゃって。うん、気持ちはわかるよ。本当の自分じゃない。って突然言われたら、そりゃびっくりするだろうし。けど、どんなアキサでも、アキサちゃんはアキサちゃん。本物かどうかなんて関係ないよ。今一緒にいるアキサちゃんこそが、私たちの大事な仲間。仲間にそう言われて、アキサちゃんも心の整理がついたようね。新しいドレスの獲得。それにより悪魔との戦いは優勢に傾くわ。そして悪魔を殲滅していく中で、青ちゃんと赤ちゃんもまた、新しいドレスを獲得する。みんな次々にパワーアップしていって、ずるいなって思ってたよ。けどなんでここに来て、次々に新しいドレスが手に入ったんだろ？平行世界を旅して、戦う経験。それはきっとあなたたちの心を大きく成長させた。
フ、そういうことじゃないかしら。もっともらしいこと言ってるけど、なんか隠されてそうな気がする。ともかくあなたたちは、マリオンちゃんの村を襲う悪魔の親玉を、倒すことに成功するわ。悪魔を倒した果てにあなたたちが見つけたのは、バカアワビという媒体生物。知ってる。平行世界に繋がってるバカアワビだよね。そうよ。バカアワビは天然のゲートになっているわ。口の中に飛び込むのは、少し勇気がいるでしょうけど。最初は怖かったけどもう慣れちゃったかな。よく通ってるもん。出会った人たちに別れを告げ、魔法少女たちは自分たちの世界に帰っていく。というところで、一段落かしら。異世界の冒険、なんだか漫画みたいで面白かったよね。インフラが整ってないのは不便だったけど、私、馬車に乗ったりしたの初めて。あんたはだいぶ満喫してたわね。ふ、それじゃあこのまま、次に行こうかしら。それじゃあ次は。いよいよ第3部？いいえ、まだ第2部よ。むしろここからが本番というところかしら。うちらめっちゃ大変だったじゃん。もう忘れちゃったの？あ、あれか思い出した。うっふ、盛り上がるならその話をするときに、ね。まずは花火ちゃんの話からしないと。さて、元の世界に戻ったあなたたちは、疲れを癒すために日常へ戻っていくわね。久々の日常って感じだったよね。けれど日常に戻りきれない子もいた。それが花火ちゃん。花火ちゃんの父親が亡くなっていたの。花火ちゃんは父親のことを嫌っていたけれど、いざ帰ってきたら、まさかの家とご対面。ふ、花火ちゃんはどんな心境だったのかしら。笑い事じゃないでしょ。まあね。実際花火ちゃんはずっと上の空、悪魔との戦いにも集中できていない様子だった。だからこそ、事情を知ったイコちゃんは、花火ちゃんと大喧嘩を繰り広げるの。うわ、イコちゃん、すごい怒ってる。花火ちゃんとしては、大嫌いだったはずの父親が死んで、けれどそれで悲しみを覚えてしまう自分に、戸惑ってしまっていたのでしょうね。けれどイコちゃんとしては、花火ちゃんが一人で抱え込んでるのが悲しかった。自分たちを頼ってもらえないのが悔しかった。そんなところかしら。イコちゃん、ほんと優しいよね。口はきついとこあるけど。あら、私だって優しいでしょう？何度あなたたちを助けてあげたことか。同じくらい騙されたりしてるからなんとも。まあ残念。そうして花火ちゃんは、父親のことは嫌いでも、いなくなって欲しかったわけじゃない。ということに気づいた。そうして新たなドレスを獲得した。キュー、かっこいい。目を背けていたものに目を向ける。それはとっても大変なこと。頑張ったのね、花火ちゃん。さて、花火ちゃんの件でバタバタしている間、エリザちゃんの方も大変なことになっていたの。まさか、家族が死んじゃってたとか？違うでしょ。ただ、エリザの羊さんが、重い病気を患ったって。よく覚えているわね、かおりちゃん。正解よ。エリザちゃんの羊、本名はジェームズ・ジェンキンス。エリザちゃんが小さい頃からお世話をしていた羊で、もはや家族のように思っているみたいね。エリザちゃんの海外留学にもついていったとか。そう、ジェームズさん。ジェームズさんの焼くケーキ、美味しいんだよ。わかる。今まで食べたどの市販ケーキより美味しかった。あらそう。ふ。今度お茶会に招待してもらいたいものだわ。さて、そんな彼が病に伏してしまったことで、エリザちゃんは魔法少女を辞める、とまで言い出すのだけれど、誰よりも近くで見てきたからこそ、ジェームズは気づけたのでしょうね。エリザが苦しんでいることを、けれど魔法少女としてみんなと戦いたい。そんな思いに板挟みになっているエリザの苦悩を、だからこそ、エリザを立ち直らせる言葉だって、誰よりも理解していたのでしょうね。ジェームズさんの後押しを受けて、エリザは魔法少女に復帰する道を選んだのね。そして、エリザちゃんのドレスだ。あの悪魔はシャコでもなんでもないけれど。ふ、そんなところもエリザちゃんらしくていいわね。花火ちゃん、エリザちゃん、その次っていうと、次はセイラさんとココアさんの番ですね。そうよ。かおりちゃんの大好きな二人の先輩ね。と言っても、
このあたりは特に重たいお話だったかしら。花火ちゃんやエリザちゃんみたいに、家族が大変な目にあったりしたんだっけ？いいえ、むしろその逆ね。セイラちゃんは、亡くなった姉が、ココアちゃんは、亡くなった母親が、それぞれ生き返っていたの。え、そんなことあり得るの？ありえないよ、本来ならね。ええ。だからこそ、みんなうすうす気づき始めるの。この世界は、元の世界ではない、よく似た平行世界なんじゃないかと。だから、花火ちゃんの父親が亡くなっているのも、エリザちゃんの羊が病を患ったのも、元の世界に戻りさえすれば元通り。そして、セイラちゃんの姉と、ココアちゃんの母親もね。その世界は、本来うちらがいるべき世界じゃない。けど元の世界に戻ったら、せっかく再会できた人とはお別れになる。辛いね。ええ、ずっと会いたかったその人に甘えれば甘えるほど、それは離れがたい甘美な誘惑になる。セイラちゃんとココアちゃんは、失ったはずの日常に没頭していたわね。セイラちゃんは、他の魔法少女たちに、事情を話せる程度には冷静だったけれど、ココアちゃんはもうどっぷり。そして、あの日が来る。あの日？大規模な悪魔の侵攻、悪魔の群れが、世界を襲い始めたの。悪魔は人々を襲い、建物を破壊して回り、ココアちゃんの母親と、セイラちゃんの姉は、その犠牲となって命を落とした。二人は、大事な人を殺された怒りで、新たなドレスに目覚めていたわね。そんなことがあったのに、セイラちゃんとココアちゃん、よく戻ってきて一緒に戦ってくれたな。平行世界の存在とはいえ、二人は絶対に会えないはずの人と再会できたんだもん。それも大事な思い出でしょ。そんな思い出の詰まった世界を、悪魔の好きにさせたくなかったんじゃないかな。そうだね。きっと私もそうすると思う。ではいよいよ、この世界での最後の戦いね。悪魔の侵攻により、炎に包まれる東京、すくすくの屋上からそれを見下ろすあなたたちの前に、彼女が現れた。何っすね。そう、バカアワビを突き破って現れたのは、オムニスに対して底知れぬ殺意を持っている、イロハちゃんの姿をした何か。その正体は最初のイロハちゃんだった。まあ、その時彼女は、戦うことはせず、去っていってしまうのだけれど。最初の私、私、そのあたりよくわかってないんだよね。説明お願い。あまり気持ちのいい話じゃないけれどね。以前説明したオムニスの能力、覚えているかしら？別の平行世界を引っ張ってくる能力ね。そう。当時のオムニスはそれを使って、魔法少女の敗北を回避し続けた。まだ敗北していない平行世界の魔法少女を、都合よく持ってきてね。最初のイロハちゃん、それはすなわち、オムニスが一度も能力を使っていない時のイロハちゃん。オムニスによって、都合よく捨てられたイロハちゃん。それがあの子、ネメシスという存在よ。まあ、オムちゃんに怒るのも仕方ないよね。それでも私は、ネメシスと分かり合いたかったんだ。ええ、これはあなたとネメシスが、分かり合っていくお話だものね。生き残っている人もほとんどいない状況でも、あなたたち魔法少女は戦い続けた。ひたすらに、戦い続けた。そしてついに、ネメシスと再会する。相変わらずオムニスを殺そうとするネメシスだけれど、イロハちゃんはオムニスをかばいながら、必死に話しかけていたわね。同じイロハなら分かり合えるはず。仲良くしたい、楽しい話をしたいって。うん。けれど、ネメシスはイロハちゃんを貫いて、オムニスを潰した。うわ、このシーン、こんな感じになってたんだ。旗から見るとだいぶショッキングよ。あはは、自分じゃ何が起きてるのか、よくわからなかったからさ。そしてその光景を目の当たりにしたカオリちゃんが激高する。そっか、カオリ怒ってくれたんだね。うち、この時のことはあんまり覚えてないんだよね。半ば意識飛んでたっていうか。それも仕方ないことね。カオリちゃんはこの時、ブラックリキッドを浴びていたから。ブラックリキッドそれ、ビリジョンの世界でも出てきたよね。そう、オムニスを構成する物質よ。端的に言えば触れれば人間としてほぼ死ぬわ。あた
し、おのおのを膝に乗せたり、抱きしめたりしちゃってたんだけど。普段はセーフティが働いてるの。オムニスが死なない限りは大丈夫。じゃあなんでうち、死んでないの？ほぼ、と言ったでしょう。かおりちゃんのケースは本当に幸運なのよ。言ってしまえば、何が起こるかわからないの。大抵の場合は、悪魔になってしまう。そうでなくても、変化に肉体が適応できずに自壊する。けれどかおりちゃんは、ビーストモード、への変質で済んだということ。そう、そのビーストモードって、今でこそ当然のように使ってるけど、どういうものなの？ビーストモード中は、私たち、悪魔になってるってこと？半分正解。悪魔の力を取り入れて強くなっているけれど、体が悪魔になっているわけではない。ビーストモードは、白い文様が浮かぶでしょう？その部分だけが悪魔になっていて、同時にそれ以外の部分が悪魔になるのを防いでいるの。それって、危なくないの？危ないわよ。けれど力を手に入れるには代償が必要でしょう？代わりにその力は凄まじい。かおりちゃん一人で、ネメシスを圧倒するくらいに。うん、この時のカオリンすごかったよね。ちょっと、なんであんたが知ってるの？死んでたはずぜ。うん、肉体は死んじゃってたよ。けど私の意識は白部屋に行ってて、神様んちゃんと一緒にみんなを見てたんだ。ネメシスが呼び出した悪魔たちと戦って、そしてネメシスとの決戦に臨む姿、全部見てたよ。なんか恥ずかしいわね。実際、この時の戦いはすごかったわね。ネメシスまで重火して、まさに総力戦だったわ。よく勝ったものね。本当に。色はちゃんとオムニスを失いながらも、あなたたちは勝利を収め、そして最後にはネメシスとも和解する。うっふ、素敵なハッピーエンドね。ちょっと何がハッピーエンドよ。最後の最後に、突然姿を現したあんたが、ネメシスを殺したじゃない。ええ、その通り、ネメシスは倒れ、そして私の登場によって、今度こそ第2部は終了。どうだったかしら？どうだったって、最後の最後にビビアンさん、全部持っていっちゃったじゃん。私も、この時のビビアンちゃん、生で見たかったな。あら、じゃあ当時の再現でもしてみる？まずはネメシスを撃ち抜くところから。絶対ダメ。うっふ、ツイッターのアンケート、回答してくれてありがとう。おかげで、みんなが興味あることを知れたわ。お礼に、アンケートで一番希望者が多かった質問、魔法少女に選ばれたのが12人である理由について、少しだけ話すわね。確かに、なんでうちたちだったんだろ？私は魔法少女になれて嬉しいよ。いや、イロハは嬉しいだろうけどさ。本編で語られたのは、オムニスを見ることができる人が、魔法少女の資質を持つ。ということだったわね。そうそう、それでここなんとかが、魔法少女だって気づいたんだよね。じゃあ、どういう人物が、オムニスを認識できるのか。それは、神様んシステムによって選ばれたもの。というのが答えね。システムに選ばれた人？じゃあ、なぜシステムが12人を選んだのかしら？これは無作為に選んだわけじゃなく、システム設計者がイロハちゃんやカオリちゃんを、はじめとした12人を、意図的に選んでいるからね。じゃあ、うちたちは、たまたま神様んシステムに、選ばれたんじゃなくて、最初から、魔法少女になることが決まってたってこと？ええ、そうね。なぜ、設計者があなたたちを選んだのか、今はまだ答えることはできないのだけれど、そうね、ヒントをあげましょうか。オムニスを認識できるのは、あなたたち魔法少女以外にも存在するわ。例えばカオリちゃんの妹の、ユイちゃんとかね。え？ちょっと待って、ユイって魔法少女なの？うっふ、どうかしらね。否定してくれない？ともかく、カオリちゃんに近い人も、オムニスを認識することができている。これが、ヒントよ。うちの近い人、身内とか、知り合いとかに、システム設計者がいるとか、いろは、どう思う？わかんない。元気な返事、ありがとう。うっふ、これから先、メインストーリーやオリジンイベントで、神様んシステムについての根幹が語られるから、もう少しだけ、期待して待っていてね。これからも、マジ神は続くから。